などの実績を挙げ、引退後には、種ネボバとなった。馬主の小林幸明は、ドクター・コパの名で活動する、風水師で、本馬の名前の由来は、冠名の、コパノに風神をカタカナ表記にした、風神を組み合わせたものである。ちなみに、同じ2002年生まれには、コパノ水神という名前の馬もいた。競争馬デビューは2歳児の2004年7月。 阪神競馬場の芝戦2 0 0メートル戦で2着。翌週、連投でダートの未勝利戦に出走し初勝利を挙げた。12月には、朝日杯フューチュリティステークスに格上挑戦したが12着だった。3歳児の2005年、1月に出走した飛び梅賞で2着に6馬審査をつけて勝利し、オープン馬となる。次に出走した、バイオレットステークスでは、 単勝オッズ1.7倍の1番人気に支持されたが、2着だった。その後は、芝のレースを走り、クリスタルカップで10番人気ながら2着、マーガレットステークスでも2着となる。NHK マイルカップでは11着、ファルコンステークスでは3番人気だったが16着に、終わった。休養中に1600万円以下クラスに高級したが、12月に、 市川ステークスを勝つサイドオープン馬となって3歳を終えた。2006年、小馬となってからは重賞を中心に走り、1月から3月にかけて、ガーネットステークスで優勝馬と、同タイムの3着、シルクロードステークスで4着、オーシャンステークスで2着と、構想し、高松の宮記念に出走したが15着に終わる。 10月には、福島民遊カップで久々に勝利を挙げ、次に出走した京阪杯で2着となる。12月、中京競馬場で行われた、終わりステークスでは3歳児の、バイオレットステークス以来の一番人気に、支持されながら15着に終わったが、騎手を務めた、サメ島良太によれば、左回りコースにおけるコーナリングに問題があったと、いう。5歳児は、不振を極め、 7戦して8着が最高順位で、5回が2桁着順という、結果に終わる。6歳、自2戦目のシルクロードステークスにて11番人気で2着となったがその後は再び低迷し、7歳、次4月のコーラルステークスで16着に敗れたのを、最後に、4月9日付で、日本中央競馬界の競争馬登録を抹消され、引退した。 競争馬引退直後の2009年春から、レックススタッドで、種ボバとなる。バッシュである小林の自家用種ボバとの位置づけであるが、20万円の種付け量が設定され、小林が所有する以外の繁殖品場にも種付けが行われている。日本では、初となるヘネシーの後継種ボバでもあるが、日本系種馬協会のデータベースによれば、 種付け等数は初年度から一桁が続いている。2013年の種付けを最後に、平旗牧場へ移動。2014年2月5日に、急性心不全で世を去った。死後に、小林の所有馬同士の配合から生まれたコパのハートが、フルールカップに勝利するなど、少ない3区から2頭の地方重症勝ち馬を出した。主な3区。ありがとうございます。